ロシアが侵攻するウクライナから小千谷市に避難してきた夫妻についてです。来日して今日で1ヶ月、2人は小千谷市での生活に少しずつ慣れながら自立への一歩を踏み出しています。冷蔵庫に貼り付けた錦鯉のマグネットに侍の掟を記したのれん。今月17日、ムタルサリフさんとイリナ・シェフチェンコさんの小千谷市の自宅を訪ねると、たくさんのプレゼントを紹介してくれました。2人が目下取り組んでいるのが、On Sunday, yes. We have a test. 日本語の勉強です。小千谷避難民支援の会のメンバーが先生となり、2人は日本語の習得に励んでいます。あいうえおかきくけこらりるれろわぼん。ひらがなとカタカナを今月中にマスターしようとしています。そんな2人が日本に避難してきたのは1ヶ月前の先月28日でした。イリナさんとガーナ国籍のサリフさんはウクライナ東部のドニプロで暮らしていましたが、ロシアの軍事侵攻を受け支援の会とコンタクトを取って来日。今2人は自立を目指し、一歩ずつその歩みを進めています。昨日支援の会のメンバーと出かけていた2人。What cooking? Ah, okay. This one for smashing potatoes. For piroshki. Piroshki? Yes. 長岡市に買い出しに行き、調理器具などを購入してきたイリナさん。今後はウクライナ料理の販売や料理教室を開くなどして収入を得たい考えです。So my intention is at least to try to do it.And maybe to teach people how to cook. 一方、 So this is a certificate. ドニプロメディカルインスティテュート。ウクライナで研修医として働き出した矢先に軍事侵攻で避難を余儀なくされたサリフさんは、日本で医師になる道を模索していますが、まずはアルバイトなどできる仕事から始める考えです。自立の道を歩み出した2人、前だけを見据え未来を切り開いていきます。